皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、奈良時代の文化について説明します。710年に平城京ね、ここに都を移してから794年平安京に都が移るまで、この時代を奈良時代と呼びます。この時代には、中国、唐ですね、当時唐にたびたび遣唐使を送っていました。このために唐の進んだ制度や文化が日本に伝わってきました。ですから奈良時代というのは唐の影響を受けた文化が、生まれたわけです。で、この奈良時代の代表的な文化、聖武天皇の時代の文化なんですけれど、この時代の文化を天という字に平らと書いて天平文化と、このように言います。聖武天皇はこれ仏教の力で国を守ろうと考えました。このため地方の国ごとに国分寺と、そしてもう一つ国分二寺と、尼さんのお寺ですね、寺を建てて都平城京にですね、これ東大寺、を建てて大仏を、造立しました。この大仏、正式にはビルシャナ仏と言います。意味は輝くものという意味です。仏教では仏というのは無数にいて、その中心となっている仏、それがビルシャナ仏ということで、その代表として大仏をこの東大寺に建てたんですね。そして東大寺、ここには正倉院という蔵があります。ここには聖武天皇の遺品を含む今から1200年以上前の品が約1万点収められている、ね、そういう蔵なんですね。ここの作り、テストに出るんですけれど、これあぜ蔵作りという作りをしています。こうという字を書いて蔵、書き直しますね。あぜ蔵作り、これ三角形の木材を組み合わせて作った作りです。これあぜ蔵作りと言います。この正倉院の正倉というのは大切なもの、特に大切なものを収めておく蔵という意味で、正倉という名のつく蔵を持つお寺他にもあります。この正倉院、実は聖武天皇の奥さんの光明氏ね、光明皇后ですけれど、この人が聖武天皇が亡くなった後、聖武天皇の遺品を東大寺に納めて御仏に捧げたんですね。そうすることで亡くなった聖武天皇が仏の国に行けるようにと祈ったそうです。そして753年、唐の仏教を伝えるために、唐からお坊さんが来ました。鑑真ですね。
この鑑真は日本に来るとき中国の皇帝の許可を得ることができませんでした。そのため隠れて何回も何回も渡航して日本に来ようとするんですけれど、実は5回失敗して6回目でようやく日本にたどり着きました。そしてその時にはもう目が見えなくなっていたというのは有名な話です。で、奈良時代にはいくつかの本も作られました。歴史の本で奈良時代にできたのが古事記という本です。もう一つは日本書紀という本です。で、古事記の記と日本書紀の記字が違うので気をつけてください。古事記の方はごんべんの木、日本書紀の方は糸片の木ですね。で、古事記というのは上中下三巻の、歴史の本で、これは実は日本語で書かれています。日本語といっても当時は仮名文字がありませんから、漢字の音を日本語の音と合わせて、ね、表記したものです。それに対して日本書紀というのは全部で30巻あります。こちらは全て漢文で書かれています。漢文というのは中国語なんですね。ということは古事記というのは日本の国内向けに書かれたもの、日本書紀というのは実は外国、当時は中国等に向けて書かれた、そういうことがこのことから分かりますよね。日本向けの古事記、中国向けの、唐向けの日本書紀という2冊の歴史、日本の歴史を書いた本、これがまとめられました。それから地方の産物地理とか伝承言い伝えですね、これを国ごとにまとめた不土記という本も作られました。風という字を書いて土で記録の記ですね。これ不土記と読みそうですけれど不土記なので不土記としっかり覚えてください。それからもう一つ、日本で最も古い和歌集万葉集も編纂されました。この万葉集には天皇や貴族から貧しい農民、先森たちまで身分が違っている人の和歌がこれ収まっているんですね。こういう和歌が約4500首で収められています。このように身分が違う人のね、作った書いた和歌がまとまって一つの和歌集に入っているというのは世界でも珍しいんですね。日本最古の和歌集万葉集、こちらも覚えてください。今回は奈良時代の文化について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。どうぞ皆さんはこの動画を学校の勉強にぜひ役立ててください。ではまたお会いしましょう。さようなら。